エドウィン・コリンズはスコットランド出身のミュージシャン。1980年代に活動したポストパンクニューウェーブバンドオレンジジュースのボーカリストとして知られる。エディンバラ生まれ。1976年にグラスゴー郊外の仲間と共にニューソニックスを結成。1979年にオレンジジュースと名前を変える。 バンドの初公演は1979年4月20日、グラスゴーアートスクール内のビクトリアカフェで行われた。オレンジジュースは、インディレーベルのポストカードからいくつかのシングルをリリースした後、ポリドールと契約を結ぶ。2枚目のアルバムからシングルカットされたリップ・イット・アップは、全英8位のヒットシングルとなり大きな成功を収める。1985年、オレンジジュースは解散。 コリンズはソロ活動を始める。1987年、クリエーションレコーズのアラン・マッキーが、ワーナー・エレクトラ・アトランティックと共同出資し、設立したエレベーションレコーズから2枚のシングルをリリースし、ソロデビューを飾る。しかしレーベルは短命に終わり、自主レーベルでの活動を始める。1994年のシングル、ガールズ・ライク・ユーは、 コリンズのソロ活動の中でも最もよく知られている。このシングルは前衛4位、ビルボードでも32位のヒットとなる。この曲は映画エンパイアレコードチャーリーズ・エンジェルフル・スロットルのサウンドトラックにも収録されている。1997年にリリースされたシングルザ・マジック・パイパーはオースティン・パワーズのサウンドトラックに収録されている。 1994年、コリンズはレコーディングスタジオを建てる。そこで自身のアルバム、ゴージャスジョージを制作したほか、プロデューサーとしてザ・クリブスやリトル・バーリーなどのプロデュースを手掛けている。2005年2月、病に倒れるが、2007年にアルバム、ホーム・アゲイをリリースし復帰。シングルカットされた同盟曲のアートワークはリハビリ中に書き始めた鳥の、 スケッチをもとに、バーナード・バトラーや、グレアム・コクソン、ジャービス・コッカー、アービン・ウェルシュなど26名もの著名人がデザインを手掛け、1500枚限定でリリースされた。その他リハビリ中に書かれた鳥のスケッチは2008年10月、ロンドンにて、ブリティッシュ・バードリフと名付けられた展覧会で展示され、後にサム・ブリティッシュ・バーズという本にまとめられ、出版された。 2009年、アイバーノベルアワーズにて、表舞台に復帰、特別賞を受賞した。コリンズの妻は、グレース・マックスウェル。彼女は、コリンズのマネージャーでもある。彼らは、ロンドンで、一人息子のウィリアムと暮らしている。彼は、父親のマイスペースを管理している。2005年2月18日、BBC ラジオのインタビューを受けた際にコリンズは、気分が優れないこと。 吐き気や、めまいなどの症状を訴えていた。症状は深刻で2日後には、ロンドンの病院へ入院した。脳一血と診断され、2月25日に手術を受けた。手術は成功し、コリンズは、長いリハビリプログラムに取り組むことになった。長いリハビリ生活の後、2007年9月に、コリンズは6枚目のソロアルバム、ホームアゲインをリリースした。 このアルバムの制作はコリンズが病に倒れる前に始まっていたが退院後にミックスを行い完成させた。徐々にではあるが、ライブ活動も再開させ、キャンディツ・ウィンズは彼の復帰を祝うトリビュートソングを披露した。2008年5月18日、BBC スコットランド制作のドキュメンタリーへ動員、コリンズ・ホーム・アゲインが放送された。 ナレーターは同郷のフランツ・フェルディナンドのアレックス・カップラノスが務めた。映像は2007年の退院から復帰後初のパフォーマンスとなる BBC エレクトリック・プロムスまでを追っている。ありがとうございます。